よし。ウィーパーティー。違うよ。ウィーパーティーユー。いや、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない。あ、すいませんでした。じゃあちゃんとやります。お願いします。マリオパーティー。いい加減にしろ。マンカラドットボックスヨットとかいろんなゲームがあるけど、僕一個気になるゲームがあって。お、何ですか？あのこのハリムっていうあの。ハリムはゲームじゃないよ。人だからね。あ、人なんだこれ、うん、だからあたかもゲームみたいな立ち位置で書かれる。そんな立ち位置あるけどね。うん、じゃあ今回はまあおすすめの地球儀。それも遊びじゃねえんだよ。ゴゴ将棋。おお。これ見ての通りちっちゃいんですよね。うん。これがいきなりクライマックスを楽しめるという。ゴゴ将棋。将棋、うん、なるほど。まあいわば早漏のための将棋と言っても過言ではない。どんな将棋だよ。誰がやんだよ。早くクライマックス行きたい。オッケー。俺先行で俺以外高校ね。いや、ローランドかよ。よろしくお願いします。じゃあ、じゃあ、うっす。ということで。いやー、将棋にふさわしくない挨拶の仕方。まあ、序盤はね、様子見の角並んだし。まあ、俺もね、いまいちわかんねえわ。まあ、銀出して。将棋あんまやったことないからわかんねえんだよな。あ、マジで、うん、じゃあ、俺今回スミントの負ける姿見れるかもしれないぞ。マジか。え、でも俺、上田にはね、勝てる自信はある。なんでだよ。俺めっちゃ弱いやつみたいじゃん。上田は、弱いから。いけると思う。そう、なんか舐められてんな。俺将棋割と初心者だけど、まあ金出すか。うん、将棋初心者だけど上田にはね、なんか負けない自信があるわ。マジで、うん、じゃあスイントさん負けたらさ、うん、ツイッターで顔出し、なんでなんで顔出ししないといけないの。え、じゃあ上田が負けたら、うん、あの胸毛クソ臭すぎだ上田。え、またそうなの。いや、まあそれで解明ですね、正式に。あ、まあまあまあ、うん、まあ正式に解明させていただきます。まあ今回は負けないと思うからね。あ、マジで。でも俺角取っちゃうぞ。うわー、まあでもお互い角取ってる感じだからね。いや、あの角が斜めで飛車が上下左右みたいな。あ、そうそうそう。じゃあここでいっか。え、これさ、あ、やばいやばい、あれ取れるぞ。おい、なんか進化したし、なんで。いや、これ初心者だぞ。う、銀取れ。いや、無理無理無理、取れ、無理だから、取れ、こいつ初心者だぞ。勝てる勝てる。いや、待って、やばい、待って、なんでオセロだったら取れんのに、どこでも置けて。いや、これオセロじゃねえぞ。まあいいよ、とりあえず歩評出しといて。まあ俺は銀取ろうかな。うわ、銀取られたのにて。え、でもさ、これ歩評で飛車取って取になれる。いや、金ね。取って読まないからそれ。まあ俺金を前に出すぐらいかな。まあ金、まあそれ、え、でもさ、そこに金あってもやれることなくね。まあ確かにないな、うん、じゃあ俺勝負かけに行こうかな。ここに角置くと王手になるよね、これ。マジまずいなこれ。俺はその王を守るしかないから、王を塞ぐしかないから、それをおびき出すと。うん、でもここで俺金取ると次王にその角がいってしまう、うん、ああそうだね。王に圧だけかけに行こうかな。あ、うん、まあそうだね、金取るわ。まあまあまあ俺は王で取るよね。まあそうなるよね。でもさ、うん、もう王の守りはもうガラ空き状態だぞ。うわ、まずい。そこでうちのエース、うん、飛車を投入して王手。マジかー。いやー、でも君はどうなるんだ。うん、まあ俺は逃げるしかねえからな、ま、王を逃げさせ。でもこれダメだ、飛車じゃ追えねえ。だからまあ、うん、ここは金を前に出す。おお、まあ俺は金で魔王を攻めるしかねえな。うん、でもそこの金は安全だな。だからまあ飛車でさらに圧をかける。あー、くそー。で、まあ、君は角で、あ、角でもちょっと守ってもらおうかな。でもそんなのも通用しねえんだよ。まだ通用しないよ、もうずっと圧かけるよ。これ逃げるしかねえな。逃げても、あの君の住所私知ってるから。なんで知ってんだよ。君の住所わかるから、ついてるね。めっちゃストーカーじゃん。君のあの電話番号も知ってます。マジかよ。それで、あ、逃げ場がねえ。君の最寄り駅も知ってるからね。わかってるから。ガチモンのストーカーだ。あ、それで飛車って書いてストーカーって読む。読まない読まない読まない。ここでもう一人のストーカーを投入。もう一人。俺めっちゃ持ててるけど。めっちゃピンチ。で、それで、あ、でもこれ普通に冷静に考えて金こうやって取れば大手で。お、なんかうまいことされてるな。じゃあ逃げてもね、逃げてもね、もう分かっちゃうんだね、君の位置が。めっちゃ追われてる。で、それで、ここは強気に前に行こう。あれ、家が偶然隣になりましたね、大将くん。まあでも俺は角取るしかないっけ。あれ、待って、え、また偶然家が隣になりましたね。いや、絶対偶然じゃない。まあ逃げないと。これ逃げてもついてくる。あー、マジか。もう君降参してもいいんだよ、もう。いや、したくない。で、そこに行ってもね、もう完全にもう大手なんですよ。くそー。もう釣りみたいなもんじゃない君ね。そこに行ってもね、もう飛車のね、もう射程圏内なんだよな。マジかよ、ラチがかねー。で、そ
そこ置いてもう完全にもうねもう王手なんだ。もう諦めた方がいいんじゃねもう。いや何か何かないか。あ他の女持ってくる。他の女持ってきてもうあの邪魔者はもう一瞬にしてどっか行けよ。俺の格が。あ俺はもう逃げるしか選択肢ないの？いや待てよ。これ冷静に、先輩のストーカー、先輩のストーカー、先輩頼んだぞ。先輩どうで先輩どんだけストーカーいんだそっち。でそれで後ろに後ずさりしてもいやーでもこれはまあ斜めストーカー投入するか。なんだよそれ。いや横に逃げた時はあのエースのストーカー飛車ストーカーで完全に後ずさりに行くよ。めっちゃ狙われてる。でそこ行ってももう完全にもう王手。ここはもう王手決まります。前に行こうかな。で前に行ってももうどちらにせよ王手。逃げ場がない。でそこに行っても王手。もう王手いいって。あもう王手いい。あちょっと耳すましといて。何で銀賞持ってる。おーすげー。こんにちは胸毛クッソ臭すぎた上田くん。よーし。どういう状況これ。あの将棋をお互いに極めすぎてこの盤面になってしまった。いやそんなわけないですよ。どんな状況だよこれ。まあ王将対王将、もう一騎打ちが始まる。なるほど、うん、そこには置けないんですよ。そこに置けないのか。そこには置けないんですよ上田さん。あ、はい、じゃあまあこっちだね。まあそこだな。で俺ももう勝負早く仕留めたいからまあ近づく斜めに置いていく。なるほど。じゃあ俺前に行くわ、うん、でそこ前に行ったらまあそうね俺も前に近づけるって。で、なるほど。じゃあ俺は、そうだね、そこだね。俺はまた左行って、うん。で、俺はもう近づけ。いや、一生終わんねえな。ダーツもむずいんだろうな、最初。いや、むずそう。おぉ、このムーディーな空気。ムーディーだね。女の子と来たかったな。なんで上田と二人なんだよ。ごめんな。ジョイコンをこのように持ち、あ、なるほど、ね。本物のダーツっぽく持って、ボタンを押すとダーツを持つ。おぉ、で、近くに来た。なるほど、これで。こんな近くから投げれないからね、普通は。めちゃくちゃ至近距離じゃない。え、これ、で、押したもの振ればいいんだね。うん、ダーツみたいに。じゃあ、この辺で振る。うんま最初からこれです。マジかよ。プル行って、あ、2回目。そうだね。あの、ルール的には、301から276まで減ったじゃない。うん、これ先に0にできた方が勝ちということですね。うん、そうだね。じゃあこれをどんどん減らして高得点を取れば取るほど減りますから、うん、右上の数字が狙い定めてやっぱり真ん中を狙っていきたい。狙っていきたい。いやー、惜しい惜しい。まだ20結構いい得点だよ。そうね。あ、1人3回までか。 OKOK、うん、3回あるから、これ。いやー、でもおー、17×3 トリプルだね。96。うん、え、俺めちゃくちゃ良くない？うまくない？めっちゃいいよ。そうね、トリプルのとこ置くと低くても ×3 とかになるから、はい、うん、なるほど。じゃあ次真ん中を狙うか、真ん中狙うか、そのね細い線、狙うかだな。まあ、とりあえず真ん中狙いでいくわ。真ん中狙って、あー惜しい。いけ。あー14。ちょっとしょぼいですね。しょぼいね。なんかめちゃくちゃ痒いとこついてってるわ。でもまあ真ん中に近くなってきてる。そうだね、微調整していって、ここ、そこだ。あー弱っ。弱っ。まずいぞこれ。34。あ、もう大差つけてますけど今のところ。まずいな。でもミスってくれ、ミスってくれ。でミスってくれはやるだろう。お前一緒に遊びに来てるのにさ。スポーツマンシップなさすぎる、うん、スポーツマンシップのかけらもないぞお前それは。あ、よしよしよし。1 いいぞ。近いよ。いいぞ。待って、隣のやつがうぜえな。隣のやつがうぜえな。ちょっと上すぎるんだな。上すぎるからこんぐらいの。3×2、3×2が6。3×2が6。しょぼいね。しょぼすぎるな。ちょっと待ってくれ。ちょっとここでスイント停滞してしまっているが、ん、ああまあそっか、高さ調節して、うん、あとは振るだけよ。この辺だ。待って、ちょっと、ちょっと、あー、本当にさっきと同じ人？違う人投げてない。高低差激しすぎる。だって200ぐらいから195だぜ。俺ぐらいしか進めてない。上田ミスれ。いや、ミスれって言うな。さっき自分で言ってたのに。上田ミスっちまえ、お前みたいなやつは。嘘みたいなやつは。うわぁ、ちょっと。いや、OKOK、いいよいいよ。5はいい、5はいい。全然しょぼいんだよな。何このレベルの低い争いは。大丈夫これ。いけ。じゃあ、お前もブルか。25点。
これ連続で出したら多分点取れるんでいっぱい。あ、マジで確かそうだった気がする。いけ、ま、真ん中を。うわー、まあ、オッケーまだ9大点。まだね、全然リードは保ったまま。まあじわじわ追いついてきてるからね。そうね、じわじわ追いつかれてるから、ここで俺も一皮むけないといけないな。オッケー。うわー、20はいい得点なんだよな。 20普通にいい得点。うん、普通にこの辺をちょっと俺変な癖があるから、うん、こんぐらいがいいと思う。一か、すげえ。クソだよ、くさ、20の隣に1あるの考えられてるよな。考えられてる。いいゲームだな。この得点の配置がうぜえわ。その欲を書こうとするところの5とかさ、1とかさ。そうね。いいマス目の隣にはクソマが、うん、クソマス目があると。この辺。まあ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 、いいんじゃない、いいんじゃない。20はいい得点なんよ、うん。いい得点なんよね。うん。でもここで覚醒しないことを祈る。そうだね。ま。どうしよう。どこを狙いに行く。俺はブル、ブル狙いで行くよ。なるほどね、君も真ん中で。うん、20×3、60。よし、やべ、一気に追いつかれてる。いいぞ、いいぞ。 20×3 はえぐいて。ここ 3×2 か、6点。わー、しょぼいしょぼい。いやでも、やばい、めっちゃブル出せば俺、抜けるよね、きっと。そうね、追いつかれてしまう。どこだ。1で行け。1で19。よっしゃ、よしよし、よっしゃ。行かれた、まずい。ここで俺は大きな得点を狙いに行かないといけない。まあそのブルか20か、そこ狙いに行くと。しゃー、うますぎる。マジか。よーし、でも20狙ってる。もうね、20ゾーンならどこでもいい感じで俺は。で、運良ければかける3に行きたいみたいな。すげー、やられる。しゃー、ブル、マジかよ。ここに来て覚醒。上田もここで追いつかないとやばいんじゃない。もう俺隣で見てるからね、うん、この辺だったよ。おい、俺を分析するな。 5×3 危ない。 20×3 になったらやばかった。あそこ狙ってた俺も。この辺だったよな。おい、分析するな。危ない。なんでブルじゃないんだ。かゆいとこつくな。19。いやー、でもいや、この辺か。結構ね、大体いけ20ね。もうここで終わらせる感じでいくわ俺も。マジかやばい。49だもんね。うん、オッケーオッケー、終わらせます。上田、最後の言葉はないか。え、見せてくれ。対戦ありがとうございました。おもろいなあれ、俺もうさ終わる程度でもコースはいいからね。それをもうちょい下にすれば終わったんだが。そうなんよ、横のズレは一切ないけどね。 1×3。 危ねえ、20かと思った。いやー、まだ終わんないか。いやー、くそー、終わらせて、終わらせて。いやー、終わんない、終わんないよ、これじゃ終わんないもん。いやー、でももう次には終わるから、上田ももうここで結構得点しないとやばいんじゃない。俺ここで終わらせるわ。あ、マジ。ああ、97点取っちゃう。もう20、オッケー、まだ大丈夫。77。そうね。いやでも20×3いくと終わる。まずい。いけるいける。いくな。いっちゃうね。いけ。ほらほら。20。まだ。これ結構強み投げたらまっすぐ行くのかな。まっすぐ行くんじゃない。よしよしよし、いいぞ1。30差もある。26だろ。26だろ。これもあと2球ぐらいで終わりそう。何その光っている。ここやれば。ボーナスをみたいな感じのかな。知らないけど。まあいいや、俺はもうそういう欲をかかずに。はい、誘惑があるよ。誘惑13に右にありますよ。話すなよ。くそ、なんか光ってる。光ってる。なんか光ってる。くぅー、決めてた。欲を書いた人の末路。対戦ありがとうございました。あ、くそ、まだだ。いや、これ1行くと終わる。俺3も光ってるよ。下の3も光ってるよ。3も光ってるよ。3も光ってるよ。あ、待って、んこれちょうどで終わらせないとダメってこと。あ、そうだっけ。あ、そういうことか。ここならちょうどですよってこと。あ、なるほどね。え、だから光ってるのか。そっか、取りすぎてもダメなのか。あ、そういうことだね。感づいた。ぴったりゼロにしないといけない。じゃあぴったり狙っていくか。ちょっと待って、これルールがあんま分かんないけどさ、やっぱぴったりで終わらないとダメってことなんだよね。そういうことですね。最後はピンポイントで狙わないといけないのか。ちょうどゼロにする。まあ俺はまず点を稼がないと。そうね、君はまず点を稼いで、うん、行くしかない。早いな、ペースが。もう行くしかない。早いな、ペース。行くしかないっすよ、まだ行けてねえし。行けてねえ。それ6にするには下か。うん、でも3回あるから、そういうの考えて。そうね、3回やって。いや、難しいんだよなぁ。あーっし、もうちょい上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 、こんぐらいよ。危ねえ、入ってないよそれ。入ってねえのか、ちゃん。
いやでも狙いはすごいいい団体。あぶね、3になった。だから今度は3になったから次、そうね、3のマス目で俺もうリーチかかってるみたいな。リーチかかってるよ、うん、そう俺はもうビンゴかかってるよ。ビンゴはまだじゃない君。全然まだだね、ビンゴ全然まだ。頼むぞ。まずね、ここで点を稼ぐことが重要。19、あ、お、10、そこ行けば俺5×2 だ。ここか、うん。10のシングルダメなのかな。どうなんだろうね、わかんねえわ。まあ実況者なら光をも求めていきますよね、さすがに。しかない。上田勝ちます。あー増えてる。バーストって。おい、なんだよそれ。いや多分マイナスになると、ああこんな感じで29みたいな。うわー、なるほどね。やる前29だったよね。29だった。だからやる前に戻されるのか。なるほどね。え、じゃあ俺普通に3狙うぞ。対戦ありがとうございました。危ない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 。いやまずい。いやもう、まあ、ゴールが目の前っていいよな。なんでよ。俺罪よ俺。え、なんでなの。え、俺3-3にやったじゃない。バーストって何。なんで全然意味わかんない。いやでも、あれでもそうね、光ってる、まあ、光ってるとこ狙う、狙ってくださいって感じなんだろうね。いいけ。俺光も見えない状態で投げてバーストとこ。そうここで終わらせる。いやちょっと待って、俺らヤバいルールを選んでしまったかもしれない。確かに、これ上級者向けのルールだってこと。うん、いけ。やばすね。危ね。危ねってなんだよ。なんだよ。光が見えない。光が見えない。光が見えないんだけど。だって俺3取ったもんな。お先真っ暗ってことっすよ。え、3の一番端っこを取らないとダメってことなのかな。かーな。え、そうかな。意味がわからん、うん、意味がわかんない。ちょっと待って、本当に意味がわからん。ねえ、助けて誰か。意味わかんないもん。バースト。ファーク。え、これついの勝ちないんだよ。もう終わってる。だって光が見えないもん俺の。もうさ、ねえやめてよ。もうやめて。なんで俺有利だったじゃん。いや、そんなことがあるのかだっつって。いや意味がわからんね。もう本当に意味がわからん。俺だけ楽しんでやってるわ。そうだよ。ごめんな。君だけね、光が出てるもんね。意味わかんない。光が見えるときの方が一番幸せって言うだろ。恋愛もそうだよ。恋してるときが一番幸せ。早く投げてください。早く投げてください。すいません。いらない。3アウト。今までで最低だぞ。え、だって光どっかに出てない。光出てない。まあ、とりあえず3より低いの狙えばいい。見つけた光。え、ここに光が見える。絶対違うよ。ダーツの下にある4つのボタンね。絶対違う。違いますか。うん。マジでわかんないな。どこなんだ。どこなんだ。どこでもいいんじゃないかな。とりあえず当ててみて。とりあえずそうだよ、3位から当ててみよう。うん。20で。ねえねえ、ちょっと待ってくんない。意味がわかんない。本当に誰か助けて。光がない俺に。まあ今俺は、いける。11。お、な、何も、あ、そっか、11になって。俺も光が上がってしまった。これもう何これ。え、待って、これどうなんの。マジで意味が分かんないもん。ラウンド11。とりあえず3か、3以下を狙うしかないよね。3以下狙うのか。うん、3以下狙って、2、1とかにすれば3狙うし。あ、じゃあ1狙ってみようかな。え、これは、うん、1×3 は3でしょ。お前さ、掛け算もできないのか、任天堂さん。なあ、そもそもが間違えてるもんな。何で掛ける3、24、バースト。おー、何なの、何なんだよこれ。めちゃくちゃよ、もう。いや、とりあえず1を単発狙いに行きたい。1の単発、うん、1の単発。18、バスオーブでしたよ。絶対バスオーブね。もうやめたい、やめたいこのゲーム。だから3回投げるうちにちょうどゼロになればいいんだと思うんだよね、きっと。3回投げる間にちょうどゼロ。うん、そっか、1人3回投げれるから。俺は足して11になればいいんだよ。そっか。でもまあ君はとりあえず違うとこ狙えよ。うん、そうだね。しょぼいの狙え、しょぼいの、うん、まあアウト。君はまださ動かせんじゃん、数字。いや、うん、バーストだな。あー、バーストか、くっそ。俺何したってバーストなんだろう、どうせ。1、1、1みたいな感じで。はい、バースト。
もうエンドレスだよ。うん、もうさ、ちゃんと20っていう高得点取ってんのに。え ?18.3 もそう。もうやだ。やめたいよ。1。バスしない。光が見えた。見えた。希望の光なのか、勝利の光なのか。ありがとう。待って、待って、待って。ずらしたくない。まだいける、まだいける。まだいける、まだいける。14回ラウンド。いやー、ここに全てがかかる。やー、バスが。バスト。いや、でも光見えたの。あ、3に戻った。マジかよ。だからちょうど3にするってことだね、やっぱり。なるほどね。3を狙っちゃいけないのか。うん。なるほど。まだいける。3で。3で。あー、3で1。1じゃないよね。2か1じゃない。2は何？ 1 狙って1のダブルだ。1狙って1のダブルか2。そうね、1だな。そう。もう震えて。ダーツが震えて。あ、ちょっと覚え、分かってきた。いけ！あー、惜しい！でも、惜しい！これはもう積みか？どうすんだ？積みか？じゃ積みなんじゃない？積みなのか、もうこれは。なるほど。なるほどね。ちょっと分かってきた、仕様が。分かってきた。最後のラウンドにして。最後のラウンドでは。あー！俺は最初から3を狙っちゃいけないってことなんだよね。多分1。うん。そういうこと、そういうこと。バースト。さよなら、バイバイ。ちくしょう。これ、勝って終わりたいね、気持ちよく。遅かった。まあ、とりあえずね、そうね。バースト。うわー、勝った。なんか勝った。なんか負けた。なんか負けた感じしないけど。難かったな、ダーツ。難かったね。